ディフェンスもやらないといけないから出してもまた戻ってこないから自分が戻る。おっ、ここから抜いた、抜いた、あ絶妙なパスになってくる。あと1個目出せばいいのに。ちゃんと見てるんだ一応。あの取ってくれない。打て。そっから。あここに海志くんがいれば点が入ってた。誰もいない。走り込んでくれなかったですね。ああいうケースが非常に多いんですよ。逆にアルトゥールがそんな走り込むタイプなんですけど。海志もいつもサイドからボーンといいダウン、すっごい出すんですけど反対の方向に出たりとか。やっぱソラ君、カイシ君ぐらいが入ってくれないと。でもあとディフェンス下手くそなんですよね。でもディフェンス意識がすごいありますね。お、あっちに来た。でも入れてくれない。来た。おお。今味方と交錯して打てないかと思ったんですけど、ね、なんかちょうどいいとこ来ましたね。あ、もう一人あのイランの子がいて。いいのに。今アルトゥールは狙いましたね。右、ああ惜しい、右、ああ惜しい。
またいいところで。でも右が出ましたね今。うん。うまい。逃げだ。お。お。ソンド、ソンド。ダイヤ、まだまだまだ止めれない。ちょっとペタってきてますね。あ、そうですか。うん。よし、シュート。シュートもう。いかんとな。あれキーパー変わりましたね。本当ですね。ユーゴくんじゃない。そらくん、お、あ、ダンス、お、またそれを。